どっか行きたくない？海外行きたいな。外人好きなんだよ。韓国、ロシア、富山、北海道、天民。好きな数字選んで。好きな数字選んでどういうことですか？これ出たとこに必ず行ってもらいます。行ってらっしゃい。おしゃれですね。おしゃれですね。穴開いたシャツ着いて。穴開いたシャツ。そうそう。今度背中に扇風機つけたら。扇風機爺さんじゃないですか。ラファさん。ラファエルさんのパーカーは後ろ扇風機つけた。マジっすか。ついた。そういう動画見てもみんな結構いろんなとこ行ってるじゃない。俺たちもどっか行きたくない？ペンギンも見たいですけど、まあ、手始めに北海道とかでいいんじゃないですかね。北海道ね。ジーバー、僕もね、外人好きなんだよね。韓国、韓国、韓国、それから中国、中国、中国、中国のモデルみたいな。いいかな。でも日本人よりやっぱ外人見る。見るの？見るとこなの。千葉。九州勝利。千葉。おかしいでしょ。選び方おかしいでしょ。最後ですね。じゃあ、静岡。月とか。ロケットなんですか、これ。あれ、今、俺何て言いましたっけ。静岡。静岡。篠塚です。人じゃねえか、みたいな。はい。入った？ありましたね。じゃあさ、好きな数字選んで。1から6まで。何個でもいいよ。好きな数字選んでどういうことですか。まず好きな数字選んで1から6まで。よ、何個でもいいよ。3、2、1。4、3、2、1ね。1、1。1個でいいんですか。返してないから何とも言えない。本は？本五六ね。はい。じゃあどんなこといきます。当たり。お。三番まず当たりね。一から一二三四選んだ。どういうことだ。全く理解できない。答えようがない。意味不明でしかないって。次は何個ですか。俺、1？ 急に減らしましたね。何個でもいいですか。何個で？ 2 1、2、うん、2個だけでいいですか。 6まで好きなだけ選べるんですか。高設定の方がいいじゃないですか。4、5、6確定。1、2、3、4、5、6と。はい、そういうことです。全部決めますね。うん、6、当たりです。何が何だか分かんない。次本ね。はい、本、2の5、6で3、4、5で3、4、5。はい、
外れ。どういうことですか。残念だ。いや、どういうことですか。こんだけ旅行に行けません。外れたんで。かわいそうに。そういう旦那は当たったから旅行に行けます。 G も当たったから旅行に行けます。本はお留守番。そういう最後です。そういう、そうです。で、次はこの外れたポンは置いといて、置いといてじゃないですか。ね、まず旦那の行き先を決めます。ペンギンってことはどうすればいいの。どうすればいいのこれ。なんでもいい、ペンギンに会ってくれ。会ってくればいい、ペンギンに。で、これ出たとこに必ず行ってもらいます。で、一本動画を作ってきてもらうと。行きますよ。あ、どこも行きたいですね、これね。羨ましいですね。そうですね、行きて。いやー、千葉も行きたいし。まあ、佐渡じゃなければ、ね。辺境の地なんですよ、佐渡は。いいんじゃない、意外と。3、北海道。はい。いつ行く？いや、もう近々行ってきます。では北海道行ってきてください。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。行ってきます。で、次はね、Gのね。だって今日本って暑いところですよ。うん。北海道行くの。海入ってます。お、8。 G は九州。 G は九州に選択肢の広。まあ九州も北海道も幅的には、ね、同じもんかもしれないですからね。意外となんか近場に育ったね。こっちですけどね。ポンの部分だっけ。ポンは聞いてないです。ポンはオースポンだ。富山行きたかった。行くの。行きたい。行きたいとどこだろう、うん、今。だって、ね、旦那と G は行きたいかろうが行きたくなかろうが関係なしに、もう北海道と九州に行くんだから。ポンは残念ながらお留守番の目が出ちゃったから。でもどうしても行きたいですからね。そうです、ね、それはまあいいですけどね。という形で、まあ旅行みんなじゃなくてね、ソロで行ってもらうということで、全部自撮り。自撮りで、まあ例えばね、九州って言ったら軍艦とかね、小山を抑えてきてほしいと。まあペンギンもね、やっぱノルマだった感じで。ノルマ隣にあったからね。ノルマ隣にあったからね。ロシアみたいになっちゃう。近いけどみたいな。まあ北海道じゃあ、まあやっぱ何、ペンギンかロシアかね、うん、釣りか。いやいやアイアンはナンバーワンか、うん、まあそういうのを抑えて動画にしてくださいという形で、はい、この2人がそれぞれ北海道九州に行った動画を見てみたいという方はチャンネル登録。あら、なんか言う。いやー、ぜひポンに自転車で富山行ってほしいなと思う方は高評価ですね。無理だよ、高評価100超えたら行かせます。ダメダメダメ。え、はじめん嫌いなの。好きです。富山行きたくないの。行きたいです。どっち目で喋ってんの。カメラです。という形 で、 いいです。ポンが富山に行けるように皆さんね、コメント欄で協力してあげてください。いやー、食料がきついなこれ。いい形で、ご視聴ありがとうございました。軍艦島ってどこですか。寿司じゃないですか。寿司じゃないですか。近いっすよ、近いっす。あ、はい、調べてすぐ。じゃあいいよ、富山行ってきて。行く。いいっす。いいよ、必ず行ってよ。何で行くの。そういうのあるんですか。じゃあチャリで何持って。カメラ持ってきますじゃん。カメラじゃないだろ。違うものね、うん、せっかくのものを。どこに泊まるの。
あー寝袋やっと、うん、やっと来た大丈夫これロジックですこの中で行っちゃってカットしてくれないと思うよカット